あ、大月。大丈夫？まさか誰かに襲われたの？いや、例の黒い影を追いかけてきただけなんだが、急に体がきつくなって。見せてください。確かにこの辺りの空気はなんだか重たいよな。この感じ、どこかで。大きな問題はなさそうです。急いで追いかけていたのと周囲の環境が影響して具合が悪くなったのでしょう。ダメだ、エドガーさんが中にいるはずなんだ。俺の妹は彼から兆候を教わった。あんないい人がキリアに殺されるのを黙って見ていられるもんか。オーグズ、落ち着いて聞いてくれ。エドガーさんは俺たちが追いかけてるキリア本人なんだ。そんなバカな。キリアは30代の男なんじゃなかったのか。エドガーさんはもう70代だ。いくら変装したって老人になりきりゃしない。はい、ですから特殊な手段で自身の体を追いさせたのです。キリアさんはジャガンを使ってアウグストゥスの花を育て、自身の寿命を削っていきました。そんな。彼はオルモス港でずっと暮らしてきたんだ。しかし、そのなりすましが、十数年も前から始まっていたとしたら。それは。推測に過ぎませんが、本物の調香師エドガーは、フォンテーヌの監獄を出て間もなく、キリアさんに殺害されていたのでしょう。本物のエドガーさんが獄中で過ごした数年間のうちに、キリアさんは入れ替わる準備をしていたのです。出所した当時、エドガーが過去を忘れたいと言ってスメールに赴いたのも、調香をやめ教えるだけになっていたのも、昔からの知り合いに見破られないようにするためだった。親しい人間のいないスメールでなら、髭を蓄え、メガネをかけるだけの簡単な変装でも、エドガーであると信じさせることができました。そして、十数年の長い年月の中で、少しずつ変装を解き、自身の技術を磨いていくことで、周囲の人々に気づかれずにやり過ごしたわけです。だからシルバーもあの時、見ないうちにすっかり変わったって言ってたのか。復讐のために青年からヨボヨボの老人になるなんて。そんな、エドガーさんに会ってみないと。そんなことをする人じゃないんだ。待て、君は今すぐここを離れて休むんだ。俺はまだ行ける。ちょっと待てよ、この場所も多分邪眼の影響を受けてる。今は軽い体調不良にしか感じられないとしても、オグズさん、症状を和らげる方法なら知ってるからさ。キリアは、いや、エドガーさんはこれ以上無関係の人を巻き込みたくないと思ってるはずだ。コレイさんの言う通りです。後の調査は私と旅人さんに任せてください。神の目に守られているか、あるいは元素力を使うことに長けている人は異常な元素力に対する耐性が強いものと思われます。シャムさん、オグズさん、他にも出入り口があるかもしれません。容疑者がそこから逃げ出せば逮捕は難しくなります。ですから、あなた方は外を調べてくださいますか。俺は。そうだな、こっちのことは頼む。おい、聞いてたか。俺と一緒に出よう。他にもやらなきゃならないことがあるんだ。わかったよ。旅人、エミリー、それからパイモン、くれぐれも気をつけてくれよ。復讐のためだけに生きてきた人間が、その道の果てで何をしでかすか。ご安心を。私たちもキリアさんも、ここで命を終わらせるわけにはいきません。今は、アウグステスがもたらした死を、その神話と共に終わらせる時です。魔物、ここの元素力に引き寄せられたのでしょうか。見たことのない種ですね。
邪眼のせいで変異したものでしょう。まるで私たちを避けているようですね。周囲には他に道がありません。崖のそばまで追い立ててみるのはどうでしょう。管理します。それでも花畑を耕すのにかけた時間よりも邪眼を使うために投げ打った寿命の方が。でもアウグストゥスの花ってこんなにも必要だったのか。計画のためならアウグストゥスの香水が何本か作れれば十分だろ。彼はアウグストゥスに恨みだけでなく別の感情を託していたのでしょう。少し前ホテルの花が異国の地でただ枯れるようなことにはなってほしくないとおっしゃっていました。しかしスネージナヤに背きフォンテーヌに別れを告げ残りの人生を仮面をかぶったままスメールで過ごしたキリアにとっておそらくお姉さんと同じようにアウグストゥスの咲き誇る花畑で死ぬことこそが。剣女盤石権限さっさっちょっいやふっ種を滅ぼす植物、実に奇妙な生態です。さて先ほど種を見つけた場所に戻ってみましょう。花の香りが鮮烈になってきました。目的地はもう目の前です。花の香り鮮烈に。目的地はもう来たのか。いや、私に力が残っていないだけか。だがここまで来ればもう十分だ。ここはアウグストゥスの花畑。
僕の花畑じゃない。あの日フォンテーヌで焼けた花畑だ。姉さん。姉さん。僕はずっと分かってたんだ。僕のために姉さんはジャガンを使い続けてた。僕のために姉さんは花畑を燃やした。あの日姉さんの言う通り、お金を手に町を離れたのは間違いだった。おかしいと気づいた頃には花畑も姉さんも何もかもなくなってた。もっと早く会いに来るべきだった。10年以上前に来るべきだったんだ。僕はあの時姉さんと一緒に死ぬべきだった。姉さん。姉さん。嫌だ、置いていかないでくれ。やれな。エミリエ、私は死んでいない。なぜだ。確かにこの目で彼女を見たのに。体内に残った毒素とアウグストゥスの花粉が幻覚を引き起こしただけです。命に別状はありません。ありえない。私は十分な量のアウグストゥスを飲んだはず。偽物。そんなはずを。私たちは昨夜から準備していたのです。アウグストゥスのアコード、香りのアコード、それは兆候の基礎、そして香水の柱だ。龍涎香にシダーウッド、ラストノートは人工。ふんふん、これは川の香りですか。そうだ。川から精油を抽出することはできないが、他のものから川をイメージするような香りを作り出すことはできる。これこそがアコードだ。その方法でならこの世の全ての香りを作れるのですか。それは非常に難しいだろうな。この世には唯一無二の替えの効かない香りがある。その香りに人々は熱狂し酔いしれた。アウグストゥスをつけてパーティーに行くと唯一無二の存在になれる気がする。私が使ってるのよ。じゃあ買わずに売れるのよ。いや、どうでもいい。それで十分だろ。この唯一無二を今こそ終わらせるのです。神話は逆転でき、奇跡は再現できます。必要なのは技術、経験、果てなき探求心、そしてわずかな忍耐。残る問題は本物のアウグストゥスがどこに隠されているか。襲われたことを装い自由に動けなくしたのだから、手の届く範囲にしか隠せないはず。窓の外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだったぞ。温度や湿度を保つため主催はわざわざニョーロン派に特製の植木鉢を作らせたんだ。香水は花と同じように美しく脆い。だから保管の際には日光を避け温度をコントロールすることだ。メモは取れたかい、エミリエ。メモできました。すり替えたというのか。シルバンの死を知らせに来たと見せかけて。あの時あなたは復讐を果たしたと思い込んでいましたから、警戒を解きやすかったのです。ありえない。
すり替えるチャンスがあったとしてもアウグストゥスの香りを作り出せるはずがない。そう簡単に模造できるなら姉もあんなことには。私はレインボーローズとルリウリ、それからセシリアの花を使いました。十数年前は互いに衝突し調和の取れない配合でした。ですが今では調和させる方法があります。レインボーローズ、ルリウリ。アウグストゥスは十数年も昔にできた香水です。これまで絶えず分析と模倣が繰り返されてきました。調香の技術は日々絶え間なく目覚ましい進化を遂げています。古くからある精油抽出法や油水分離法だけでなく、今や香りを調和させるための数々の手段を手に入れました。十数年前は決して打ち破られなかった神話ももはや過去の話なのです。過去か。調香師としてのあなたは古いやり方に固執してきたわけではありませんでしたよね。理論上可能かどうかについてはよくご存知のはずです。ご自身がアウグストゥスに与えた意義に執着しすぎたんです。あの頃香水ブームに熱中した人々のように神聖で高貴で唯一無二であると、あなたがアウグストゥスに執着していたからこそ私たちはあなたの望む結末を予測でき。でもここまで早くことを進めるとは思わなかったな。さすがだ。すべてお見通しだな。それでシルバンは死んでいないのだな。昨日の夜からアウグストゥスの模倣品を準備し始めたのなら、朝一番に聞いた訃報も野獣魔見物の連中もすべてシャムが。そうです。そうしなければあなたはジャガンを使って最後の賭けに出るか、パラハームとアウグストゥスを利用して混乱を招いていたかもしれないと思いました。それはどうかな。人思いに死んでしまった方がすっきりする。そうなっていればエドガーの死もこの花畑の場所も永遠に謎のままだったでしょう。シルバンは昨夜軽度の中毒で済みました。彼が十数年前に隠蔽した罪は公開審判にかけられ、すべての秘密が明るみに出ます。私も同じか。どうやら残された時間は牢屋で過ごすことになりそうだ。え、そんなに受け入れるのか。自らの行いについて言い逃れはしないし、懺悔するつもりもない。やるべきことはすべてやった。君たちの勝利に終わるとしても私自身が選んだ道だ。やり直せるわけがないな。みんな気をつけて。特殊な環境だから私が先頭行くよ。はぐれるなよ。さあ急げ。エドガーを死なせちゃならない。もう時間がないようだ。エミリー、最後に一つ聞きたい。何でしょう先生。アウグストゥスの調和した香りの中にそれらの花の香りが含まれていると。アウグストゥスの香りは重層的で複雑ですが、主原料としてはアウグストゥスの花しか使われていません。ですから一昨日残された液体を調べている時に考えたのです。つまりイエレーナはあれらの花の香りに倣ってアウグストゥスを育てたというのか。レインボーローズ、ルリユリ、セシリアの花、これらの精油をそのまま混ぜれば互いに衝突し打ち消し合ってしまう。ですが複数の花の特徴を兼ね備えた新種の花を栽培できればその問題は回避できます。時代を考えれば天才的な発想だったと言わざるを得ません。
レインボーローズ、ルリユリ、セシリアの花、イエレー。